旧本社入り口に掲出されていた看板に石川県行政庁舎発火ややある石川鉄道株式会社は石川県金沢市に本社を置く第三セクター方式の鉄道事業者である。2015年3月14日、北陸新幹線の長野駅金沢駅間が延伸開業に伴い西日本旅客鉄道から並行在来線として経営分離される 北陸本線の石川県内区間にあたる栗原駅金沢駅間において運営を担う鉄道事業者として石川県と沿線市町である金沢市と津端町財団法人石川県市町村振興協会のほか北国銀行、北陸電力、北陸鉄道など民間企業からの出資により2012年8月28日に石川県平行在来線株式会社として 設立された。設立当初の資本金は4億5030万円。取締役会長は、石川県知事の谷本正則、代表取締役社長は、元石川県競馬事業局長の七谷敏明である。北陸新幹線の鶴ヶ延伸開業時には、福井県境まで経営分離することに、沿線自治体は合意しているが、この会社が運営主体となるか。 出資比率を変更するかなどについては、協議会を開いて今後詰めていくことになる。協会駅について公式な発表はない。社名については、本格会社への移行とともに、より親しみの持てるものに解消するとされていたが、一般公募を経て、2013年6月27日に、IR 石川鉄道株式会社が新社名に、決定、同年8月1日に解消された。 応募総数1375点の中から選ばれたこの社名について、石川レールウェイの頭文字である IR には県民に親しまれる IR 鉄道を目指すという思いと、アルファベット順で I は J の一つ前であることから JR の一歩先行くサービスを提供したいという思いが込められている。ロゴマークは一般公募による応募総数百十四点の中から選ばれ、 2014年1月6日にコーポレートカラーと共に公表された。このデザインは IR をモチーフに当社と地域の発展を未来へ向かって伸びていく線路のイメージで表現したものである。またコーポレートカラーは空色のような明るい青色であり未来へ向かって何事にも積極果敢に取り組み困難を乗り越えていくという当社の思いを表現している。 自社所有の521系電車のカラーリングにおいては、車両の正面全体や側面の太いラインに使用されている。2012年8月17日に行われた準備会社の設立に向けた初の取締役会で、代表取締役社長に、石川県競馬事業局長や株式会社金沢港、運社長を歴任した七谷俊明が、 代表取締役副社長に JR 西日本出身の山岸勝が選ばれた。7屋の社長企業については、行政の経験だけではなく、株式会社金沢幸運の経営にも携わっていたことから民間的発想の手腕を期待された人選であるとする一方、石川県議会からは、行政出身者による民間的発想の限界を指摘する声や、 その経営手腕に疑問を呈する声があるとの報道がなされた。なお、全10名の役員のうち、上金は七屋と山岸の2名のみである。もともと北陸本線の一部で北陸新幹線の延伸開業に際し、JR 西日本から経営分離され、当社へ継承された。鉄道資産上の経営区間は金沢駅から 富山県境までの2 0 6トルに及ぶ。営業上の境界駅となる、金沢駅と栗原駅はそれぞれ JR 西日本、及び愛の風と山鉄道との境界となるが、金沢駅については、JR 西日本が、栗原駅については、IR 石川鉄道が管理することとなる。このうち金沢駅の在来線施設は、 北陸新幹線が鶴ヶ駅まで延伸開業する際に JR 西日本から取得する予定だったが、鉄道資産の取得費用の平準化を目的として開業時に先行取得するものである。開業後2年間、運行管理と指令業務は JR 西日本金沢支社の金沢総合指令所において愛の風と山鉄道が自社路線と合わせ、当社と越後と決めき、 鉄道から業務を自宅し、金沢駅、直越駅間にわたって、IR 石川鉄道線、愛の風と山鉄道線、越後ときめき、鉄道日本海支スラインの計算路線の指令業務を行っていた。その後は3社がそれぞれ指令システムを整備し、自社で業務を行っている。愛の風と山鉄道との間で、金沢駅栗原駅と山駅間において、 相互直通運転を実施している。また、金沢駅、津た駅間を直通する JR 西日本の七尾線の列車については、移管前の運行体制を踏襲し、JR 西日本の車両が IR 石川鉄道線に乗り入れ、同区間の運行業務を JR 西日本が受託する方式で運行している。また、同線の特急列車として、大阪駅、枕温泉駅間の特急、 サンダーバード1往復、金沢駅、枕温泉駅間の特急、のとかがりび5往復の1日計6往復が乗り入れている。また、2015年10月より観光列車として、金沢駅、枕温泉駅間の特急、花嫁のれんが土曜、休日など多客機を中心に1日に往復運行されている。 このため、JR 西日本との直通運転は、愛の風と山鉄道との間とは異なり、JR 西日本からの型乗り入れである。自社区間はすべて交流電化であるが、高直流電車が使われている。2015年の開業時の自社車両として、JR 西日本から521系、電車2両編成5本の譲渡を受け、 金沢総合車両所運用研修センターの一部を取得し、車両基地として使用している。また、車両研修等は、JR 西日本と愛の風と山鉄道に委託して行う方向で協議している。車両デザインは、コーポレートカラーとロゴマークに加え、石川の伝統工芸を彩る5つの色を使用することで、親しみやすさと石川らしさを表現している。なお、 この5つの色は、側面のアクセントカラーとして使用し、保有する5本でそれぞれ異なる配色とした。また2021年3月12日までは、七尾線へ乗り入れる列車には、JR 西日本の車両が使われており、自社車両は、七尾線を含めた JR 西日本区間へは乗り入れなかったが、同年3月13日より、 七尾線の普通列車が521系100番台に置き換えられるのにあたり、全18編成のうち3編成が IR 石川鉄道の保有車両として導入された。521系100番台については、JR 西日本が保有する15編成と同様七尾線内での愛国家に対応するため、車載型の IC 改札機が設置されているほか、車両構造、 デザインについてもロゴ部分が JRIR で異なるのを除き共通化されている。旅客運賃は、普通と通勤定期は5年目まで JR の1.14倍、6年目から11年目まで JR の1.19倍、通学定期は5年目まで据え置き、6年目から11年目まで JR の1.05倍がそれぞれ計画されている。大人普通旅客運賃。 営業キロの1キロメートル未満は切り上げ。2019年10月1日改定。このほか、愛の風と山鉄道と運行する愛の風ライナーは乗車時に300円のライナー券を購入する必要があるが、IR 石川鉄道線内の停車は始発終着駅の金沢駅のみであり、IR 石川鉄道線区間の利用に対する 料金は設定されていない。また、金沢駅でのライナー券の発売はなく、列車内での購入となる。自社各駅からの連絡運輸区間は以下の通りとなっている。判例通過連絡運輸、JR 各社では、IR 石川鉄道線を通過する通過連絡運輸として以下のものを設定している。他社線との連絡乗車券を含む、 片道の営業キロが 100km を超える普通、乗車券は後戻りしない限り何度でも途中下車が可能である。有効期間については JR に準じる。下記の区間に設定されている。JR と同じく身体障害者割引、知的障害者割引のほか、精神障害者割引も設定されている。 各種障害者手帳を提示すれば普通運賃によりご、割引となる。精神障害者割引の場合、JR との連絡乗車券は発売できないので、金沢駅、または津波田駅まで購入して着駅にて生産する必要がある。JR で発行する企画乗車券の通過利用の特例、青春18切符、フルムーン夫婦グリーンパス、ジャパンレールパスについて、 七尾線への接続による通貨利用の特例として、金沢津た間の普通、快速列車は途中下車しない条件で利用が認められている。ありがとうございます。